はい、こんにちは。今日は5月15日締め切りの、小学1、2年生の皇室の昇級試験の課題、こちらです。こちらを書いていきたいと思います。昇級試験っていうのは、4月から申し込みした子ではなくて、それ以前ですね、3月より前に始めていた子、初歩に入って始めていた子が受けられる試験になります。なので、全員受けられるわけじゃないので、その辺をね、ちょっとご注意ください。じゃあね、書いていきたいと思います。ここに書きましょうか。ちょっと拡大しましょう。はい、ランドセルを背負う子らがですね、ランドセル、カタカナですね。ちょっと鉛筆がとんがりすぎちゃったような気がしますけど、はい、いきます。こう真ん中の線、あるものだと思って真ん中にね、キュッとこうです。しっかりと。カタカナっていうのは漢字の親戚のようなものなので、ひらがなよりもしっかりです。ひらがなはね、全く別物なんですけど、ちょっと漢字に近いと思ってください。ランです。こうただビーって引いただけじゃなくて、ちょっとこう丸かったでしょ、こう丸くなるんです。丸くなって、これストンと降りただけじゃなくて、ちょっとこっからこういくようなイメージですね。こっからこうです。で、ここをしっかり気質を出してあげる。漢字だと思ったら気質出ますよね。トンって入ってギューって持ってくる。で、このギューっていうのが大事ですね。ここを丸くこういう風に持ってきてあげる。で、これ運っていうのは、ソとかとほら間違いやすいでしょ。こういう字と間違いやすいじゃないですか。あともう一つあるね、つとかね。これ区別をしっかりつけるためには、この気質をしっかりしてあげる。これ重要です。これで全部ここはこう丸くね、なるんですよ。で、ここに隙間をしっかり開けてあげること、これポイントですね。です、ランドセル、これもしっかりこうちょっと大きめに入れました。キュッと入れて、まっすぐ引いて、そう、トントン、もうちょっと大きくてもいいかなっていうぐらい、このぐらいでもいいですね。はい、背ですよ。背はキュッと上がってこうです。頭出しといて、せーる、る、ね、こういうところピーンっていかないように、こういう感じでグワーンと持ってきます。お、はい、やっとひらがなが来ましたね。で、ひらがなを書くときなんですけど、例えばこの部分、なんとなく気質が強いのかなって思いがちですが、これこういう風に上がってるだけです。上がってるっていうのと、ドーンって入れてギュッて引いたこれっていうのは全く違いますよね。こちらではないです。ひらがなはこういう入り方をします。ギューッと上がってるだけですよ。で、ここからこれもギューッと反ってるようなイメージです。これもガクンって入ってるのではないっていうところ。で、ここからこう、じゃあここは何なのって思うじゃないですか。これっていうのは、ここからの跳ね返しで本来こういう風に入ってるので、ここってすごく強いとこなんですよ。それがね、残ってるんですから、ここは強く出ても構わないって思ってください。そう、もともとのね、字の成り立ちとかを考えるとなんとなく分かってくると思いますが、ちょっとその話に入ると 1,2 年生ちょっと難しいような気がするので、そう、ひらがなの気質ってのは優しいんだなっていうところをちょっとね、思っておいてください。で、左側ね、そのまま手でこうやってやっちゃうと汚れるので、ちょっと紙を敷いてもらって、汚さないようにしましょうね。背負う子、背負うです。ひらがなのおです。まっすぐ降りてきて、ややここに、あれ映ってないねここスッとして、ぐーっと降りてきたら、キュッと少しね、入ったの分かると思うんですよ。
少しです本当に。この少しのこれがあると柔らかさがプラスされてね、ここのね結びがね作りやすくなるんですよ。これまっすぐじゃあ書いてみましょうか。こうして何もしなかった場合、こうまっすぐ降りてきてここでガチって止まってます。ガチって止まった場合はギュッてなってこういう感じの尾になるんですよ。この結び、この結びとこの結びの違いって分かりますか。こちらの方がねいいんです。これにしたいんです。これ毛筆で書いた時に多分書きやすさがこちらの方が出るんですけど、みんなわかるかな。この書いてみるといいですね。2年生どうだったかな、1、2年生、尾が出てくるのがね今回もちょうど3年生なんですよ。だからねどうでしょうかね。うです。次ひらがなのうです。上の方に打ってください。これ全部同じマスの中に入れてますけど、あのひらがなって一つ一つ形が本来違うんですよ。だからうの場合、うってすごい縦長の字なので、あのねきついんです本当は。これだとねきつくて本当かわいそうな感じがするんですよ。だけどあのここに入れなきゃいけないので、そういう場合はもうマスのギリギリから使ってもらって、でこういうところに余白残しておくことです。これ真面目な子ほどね、あのこうマスにね綺麗に入れようと思って変な書き方しちゃうんですよ。なんていうかね、こうマスに入れようと思ったらこうにしてこうに大きく書こうって思うと、ほら横幅しっかり使おうなんて思うと筒みたいになっちゃうでしょ。でこういう風にしないこと。うっていうのは縦長なんだから、縦をこういう風に使ったら横をこうやってちゃんと残しておかなきゃいけない。そうしないと形が変わっちゃいますよね。縦と横のその比率でできているので、そこの部分をねあの気をつけてください。で 1,2 年生のこの課題の中では初めての漢字が出てきます。子です。子、子供の子。ここであのシュッとねしますけど、これがただのまっすぐの棒じゃないの分かりますよね。グッと入れてちょっとふわっていう感じです。でここでしっかり置いといてシュッとくるので、ちょっとここに隙間ができるんです。これねふわっとしないとどうなるかっていうと、こうしてまっすぐで次もまっすぐにするのでここが狭いんですね。ちょっとねそこを少しあの膨らみをかけることでね、ここにね隙間が生まれます。で次 E1 でやったらここギュッと入れて、このね払った先からギュッと入れます。でこういう風に持ってきて、で今ここ中心が揃うようにここまで持ってきて、これ次書くここに行きたいのでそこに向かって跳ねる。でするとここがこの角度見てくださいね、結構大きくこう出てますよね。これ間違ってもこう来てこうやんないことです。これ格好悪くなってしまいますので、大きくいっといてここです。でこうにちょっとねグッと持ってくる、漢数字の1を書くときのような感じですね。はい次ですね。ラ、ひらがなのラです。これもうとちょっと似てて上の方から打ってくださいね。で点が必ず点よりも2画目が必ずこう下に来るように、下に落ちてますよね。はい、やっちゃいけないの隣に書きます。1って書いたにもかかわらず2がこう点よりも上からこうやって入るの、これってありえないことなのでこれダメですね。ここからここのつながりがこう上に行くことないんですよ。必ず下にこう流れて落ちてくるようなイメージです。はい、次がですね、はい、かが来ましたよ。ここはね必ず押さえておきたいところです。左側に半分から左側にこちらで、右側に大きく打った点ですね。点もう点じゃないですよね。長くぐーっと棒のような、ただまっすぐじゃないっていうところにも注目、ちょっとふわっとさせますが、でこういうどこの点もおろそかにしないんですよ。本来は優しいところから強くギューってなるような、こういう形を目指してほしいぐらい、涙みたいな、そういうのが気持ちとしてここに込
こもってるのがいいですね。はい、まです。まはふっくらふっくらさせておいて、ややですよ、ややなんですけど、こっちの方が広くなるかなっていうような、こういう膨らみな感じ。なぜかっていうと、こっからこう来て、このまま本来こうに行くんですよ、ね、つながり方としたらこう。だからね、こう下からこうすくい上げるような感じの、こう、まあ、ね、その流れな感じで、ここがこう下からこういうふうに上がってます。でこう来て、はい、左出しといて、ここしっかりここ横幅出して、で1で止まって2で下がってきます。そうですね、これ元々の字は、これもうあれですね、何回か言ってるかな、この字がこうね、これになるっていうところで、見てるとだんだん分かってきますね。はい、次ですよ。ぶ、そう、ひらがなの中でもぶは難しいですよね。点がいっぱい出てきます。でも全部点がね違うんですよね。向きとか大きさも形も違うでしょ。一画目はこう、こう上からこうなんかね、ぐにゃっと来て、しっかり置いてこうでしょ。でそこからつながるように、今度ここぷくーってきて、これはここで一回止まってるんです。スーッと来て止まって、よいしょってちょっと上がって、近いところからギュで、またよいしょって上がっといて、近いところから、これね、でもね、なるべく遠く行きたいんですよ。遠くに行きたいと思って、こっちギュってくるんですよ。そうすると大きさとしたら、一番遠くに行きたいって思ってた、その思いが強いこの子が一番大きくなります。大きくて膨らみがあるね。で2番目はこれ、3番目この子ですね。この子はね、こっから近いところでよいしょってやっただけなので、トントンってきて、こっからギューってこう、こういう感じです。はい、しは入り出し、真ん中にしないようにしましょう。この辺りからこうに来ます。これもあんまりガクンってやんないことです。ギュッてやってからこうやって入り出すと、まあ、きついんですよ。ただのしなりにしたいので、スーッとスーッと入ってほしいですね。はい、次。今はね、結構ね、今はね、こうね、立ち気味の子が多いので、寝かせましょう。寝かせるっていうことは、ここが内側に入ってこないと寝れないので、ギューッと内側まで来て跳ねたら、同じようにこういうラインに持ってくるといいです。はい、回る。結構ね、多いのがね、こういう感じ。なんかうまくかけて、一見ねかけてるような感じなんだけど、ちょっとこう立ってるんですよ。もうちょっとこういう斜めのラインがね、欲しいですよね。あ、ここちょっとかけなくなっちゃったけど、小学1年生と2年生なので、小1にしときましょう。ちょっとぶつかっちゃいましたね。はい、じゃあこれを見てちょっとお勉強してください。なかなかね、あの硬筆って集中しないとダメなので、一回見て頭に入れてから書くのがいいと思います。で、あの楽しい動画を見るついででいいのでね、ちょこっと見てください。はい、では頑張りましょう。